はい、峠を、上原峠を、下ってきました。で、この前の沢が目の前の谷ですね。昔はこの辺からずっと右にかけて何千人も人が住んでいた時代がありました。金山ですね。で、今も歩いたら学校の跡とか何の跡だとか、あ、ここには元町がありましたよ、住吉町がありましたよとか、印がついています。だから自分はどこに住んでたんかなってね、久しぶりにやってここの昔いた人が来ると自分のいた場所が分かるような仕組みになっています。で、学校跡もみんな残ってます。まもなく交差点に出るので、さっきどっかいいとこあったら探しろうかなと思ったんだけど、このヤブはですね、すごい虫ですね。虫がわーっと見えたのでやめました。あ、なんかいた。猫かな。でも言えないから猫ではない。ちゃんと見ればよかったなっていうことですね。ここで途中です。で、もうちょっと走るとですね、あ、遠いね。少し行ったら右に行く道があるんですけど、それが、このあと辰牛とか、滝の上ですね、そこを通って名寄へ行く道。だからほとんど この後通らん道ばっかりなんだけど、車がですね。でも道はとってもいいです。だから昔から自分走るの好きなんで、こういう道をですねよく通って遊んでました。はい。